か。あ、やばい。ぶわ。だって僕は星だから。トン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 。ステロステロ。ステロステラーの汎用性高すぎてさ。使いどころ多すぎてさ。ステラステラ、口ずさみがちなんだけど、猫。やばいよ。ちょっと最近気使ってんだけどな。あんまり、ステラステラ言いすぎてるからもう、ハマっちゃってか、猫がね。名曲をギャグにしてしまった。そんなことないよ！名曲は名曲のままだよ！ねえ。名曲は名曲のままですよね。マジ、いい曲なんだよ、ステラステラ。おみやこ、スイちゃんの曲の中で一番好きな曲どれですかって言われたら、やっぱりね、ステラステラと言うざるを得ない。いや、なんかね、昨日ね、フォロメントね、あったんだけどさ、で、なんか、え、なんでだろう、なんかどっかでステラステラとか言って、裏でも遊んでんのかよって感じだけど、ちょっと裏でさ、なんか、ステラステラとか言って遊んでたの。そしたらさ、なんか、いつもステラステラで、なんか、あれだよね、みたいな話になってさ、ホロナイブのミュージックアカウント知っとる？で、なんか告知宣伝されてたんやけどさ、なんかイノタクさん、もうステラステラのね、作った方、イノタクさんとね、デコニナさんがね、デコニナさんの、あって、シュバンパイ、あっとかね、すごい作曲家さんたちが、なんかインタビューされて、なんか喋っとる記事みたいのが出てて、なんかそれが、ミコのね、名前もちょっとね、出してくれてたらしく、見た。ミノタクさん、デコニナさん、ミコネットの曲、お願いしまーす。ミコネットの曲、すかねーみたいな。次作るの、なんか作りたいっすねーみたいな。やばい！死ぬ！うまい。やばいな。やばい！死ぬ！あー、死んだ。じゃーん！あ、そうだ！そう！ちょっと待って。収録した時にさ、ステラステラ遊んでた話途中までしたやんか。ちょっとその話しようとしてたんだ。いや、なんかね、その収録してたフォロメンと、一緒に話してたんだけど、いや、なんか、みこちのステラステラ、本当に笑うわ、みたいな感じだったの。話の内容的にね。でもさ、って。あれを綺麗にね、冒頭のね、だーって僕は星だから、ところさ、あんなにかっこよく歌えるの、なかなかおらんだろ、みたいな。しょうがないよねっていう話をしたんだよ。なんか、いや、そうだよねって、なんか、あそこ音ないしな、みたいな。いや、むずない、あれ。むずいよね。ミコ、最初からふざけてたわけじゃないんだよ。だって、普通に歌おうと思って歌ったら、すごいひどかったっていう、そういう話なわけよ。ステラステラの。最初はね、ミコも。ミコも最初からふざけて歌おうだなんてことは思ってなかったわけ。ねえ。ちょっとふざけてないわ。ふざけてないもん。ないよ。だって僕は星だから。これふざけてるって思うあなたはミコのことディスってますからね、とっけど。ガチでやってみようかな。だーって僕は星だから。変わんなくない？難しいよね。アーティストのさ、このバカ、変態、うるさい、無視。
らな